はい、どうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、まあ KC カップも終わってですね、で、新ボックスも出てくる、そして新しいレギュレーションも発表された、リミットレギュレーションも発表されたということで、まあ割と情報としては出揃ったかなと思うので、まあ今年度ですね、ちょっと落ち着いてきたところではあるんですけれども、個人的なティアリストっていうのを、改めて作ってみましたので、今回はそれを解説していこうかなと思います。で、ティアリストを作成にあたりですね、まあ大会の結果を参考にしている部分っていうのも、あります。ただ、今回はまあ自分の主観による部分が大きいティアリストっていうところになっています。で、プラス、まあ、大会環境とかで、新ボックスが来たらこういう風になるんじゃないかなっていう風に、個人的に思っている、リストになります。で、新ボックスが来た時にやっぱ一番僕個人的には環境影響を及ぼすかなと思っているのがこのサタンクロースっていうカープですね。で、次に、影響を及ぼすかなと思っているのはこのオッドアイズメテオバーストドラゴンっていうこの2つの、カードがあります。で、わかりやすいところから言う、まあ、簡単に、解説終わる部分から言うと、オッドアイズメテオバーストドラゴンですね。こいつがですね、新しく来ることによって、星7シンクロのテーマが強くなります。かつ、手札4発に弱かったテーマっていうと、ティア3に今回位置したテックジーナスっていう、こちらのテーマですね。でテックジーナス自体は、まあ、すごく、その、先行制圧もできるテーマで、高校も一妨害踏み越えることができるみたいな、めちゃくちゃいいテーマなんですよ。で、このテーマ、苦手なのは何かっていうと、罠と誘発。この二つですね。ただ、罠はサイクロン環境だから減ってきているっていうところで、そういう部分においては、テックジーナスからしたらかなり、追い風かなと。いうふうに思います。で、あとは誘発なんですが、このオプタイズメテオバーストドラゴンで、誘発をケアできるようになると、非常に立ち位置的には良くなるんじゃないかなと思って、準々環境ティア3に、個人的には今位置をさせております。で、今後環境が変わってきて罠が2枚3枚、当たり前のように伏せてくるみたいな、そういうふうな環境になってくるとテックジーナスは立ち位置的にちょっと悪くはなるかなと思うんですけれども、今はまあこの辺かな。理由としては、今言ったように罠が少ないっていうのと手札誘発をケアできるようになったってことですね。あとは月の書とかが、まあ、環境トップっていう風にとりあえずしてるのは幻想なんですけど、この辺とかから月の書が抜けてきているので、割と先行でしっかり盤面と、作ることができれば、次のターンにキルできるようにブラックローズドラゴンかグリオンガード作りやすいっていう相手が多いかなとも思ってて、で、妨害されたとしても3面展開を相手はワンキルするっていうことはほぼ無理なんですよ。で、なると結局、そのターン耐えて次のターンにワンキル取るっていうところの部分は変わらないかなっていうふうに思いまして、なんで、こういうふうにして、まあ、こういうふうな評価にしております。で、次ですね、サタンクロース。このサタンクロースっていうのは、まあ、どういうモンスターかっていうと、相手のモンスターを一体除去ることができるんですよね。で、ラバゴーレムとかボルカニッククイーンみたいな感じでシュッて除去るんですけど、今挙げた2枚と違って自分召喚権失わないんですよ。で、その後召喚できるんですよね。で、こいつと相性がいいテーマっていうのは、ですね、デッキ自体に、1枚このサタンクロスっていう、例えばまあ言ったら時には鎖札になるようなカード、先行とかだったら特にそうだよね、を引いても回るっていう風な、テーマ、かつ、もっと相性がいいってなると、このサタンクロスを手札に戻せれる、テーマ、この、まあ、2つの条件が重なった時にこのサタンクロスにはめっちゃ化けると思うんですよね。で、じゃあこのサタンクロスと相性がいい、今言った条件満たしているテーマは何かなっていうところで見ていくと、手札に戻すっていう意味ではハーピーティア2ですね。で、そのハーピーの横にあるウィンタちゃん、これ霊獣ですね。で、その次が、ティア3の一番右、妖戦獣で、あとは戻すっていうところではないんですけれども、まあ、ガイアだったりとかっていうのも、そのまま殴って、ガイアの打点を5200まで上げれるので相性がいいところであります。なんで今挙げたテーマです、カードですね、カードテーマテーマですねっていうのはこのサタンクロースと相性がいいなというふうに思うので、ティアを少し、高めに設定しています。まあ、妖戦獣ちょっとティア2にしようかどうか悩んだんですけど、で、
そんな感じで選定しております。じゃあまあティア1の幻想の部分から少しずつですね、理由とかも話していこうかなと思います。まず幻想なんですけれども、個人的にはまだまだ煮詰めきれていないテーマかなと思います。っていうのが神沢くんのプレイと、あとはまあデッキ構築論を聞いていると、まあ彼が唯一今回の KC カップでキーアイコン取ったんですが、まあ他の幻想の人たちとちょっとまだ開きがあるかなと思ってるんですよ。なんで、彼と同じ考え、そしてデッキ構築論に追いつくっていう風になると、ティア1のポテンシャルはあるかなという風に思ってます。具体的には、例えばサンダードラゴンとかそういう妖戦獣とか、あとはまあ霊獣もそうですよね、が流行ってきた時に、何を作る、何を、デッキの中に追加すればいいかっていうと、例えばスキルプリズナーなんですよ。スキルプリズナーがあれば、相手の、まあ、手札に戻すっていうのが、バウンスっていうのがすごく幻想は苦手なんですけれども、そこを対処することができるんですよね。しかもスキルプリズナーはサイクロンにも強いというふうなカードです。なんで、その辺を入れてあげるだったりとか、あとは霊獣がすごい流行ってきたりとか、してくると、そうすると天罰が強くなったりだったりだとか、であとはミラーではソロが非常に強いので、ソロ3枚積んで D ヒーロー相手に独創の第一学習を持っていると、例えばソロを出してからフランソワに変えて、でソロを手札に回収してからソロをセットするとか、そういう風な相手によって立ち回りって非常に変わってくるテーマっていうのはこの幻想なんですよね。で KC じゃなくて今回はまあ何て言うんだ、大会を意識してるんですけど、大会形式においては相手のデッキが分かっているので、そのデッキに合わせた適切な盤面を作ることができると思うんですよ、幻想は。ってなると、うまい幻想になればなるほど能力を発揮できると思うので、まあ個人的にはティア1評価かなと思います。ただ幻想もブルームディーバとか、シューベルトとかっていうのは非常に強い前盤面のモンスターなんですが、サタンクロースの影響も受けますので、圧倒的ティア1っていうよりもどっちかっていうとまあティア2寄りなんですけれども、ただまあそうするとティア2ばっかりが増えちゃって、まあ見栄えも悪いかなと思ったので、まあティア1に上げてるぐらいの、まあ妥協のティア1みたいな、そんな感じの認識で捉えていただければなというふうに思います。で次ハーピーですね。ハーピーはティア2に位置してるんですが、前まではティア1評価でした。でそれが、ティア2に変わったのは、まあ規制があったからですね。スワローズネスト入れづらくなったっていうのは結構ダメージでかいと思います。で、ハーピー一応ここに置いてるんですけど、もしかしたらティア3の評価になるかもしれません。で、個人的にこのハーピーをどうやって、今後変えていくかっていう、なんていうんだ、対応していくべきなんかっていう、対応していくべき、まあ、ティア2にしている理由ですね、のところを話していくと、まあ、個人的にはサタンクロースなどが流行れば、霊獣だったりとかっていうのが強くなる読みなんですよ。で、そうなるとその霊獣とかに強いのがハーピーなので、まあ、立ち位置的にはサタンクロース実装でちょっと追い風になるテーマの一つに入るかなというふうには思ってます。でハーピー自体は幻想にも悪くないですね。で、まあ天罰とかっていうカードとかっていうのを積む、余裕もありますし、であとはまあ状況次第ですけれども、スワローズネストがないんだったらその分ヒステリックパーティーを多く積んで、今まで通り薄型でね、スワローズネスト2枚抜けるじゃないですか。だから今までの構築と同じで単純にヒステリックパーティーを2枚追加で積んであげるみたいなっていうバージョンをちょっと僕試したいなと思ってるんですよ。それがどれぐらい強いのかっていうのも試してみたくて、なんで、そういう薄型ハーピーとかっていうのも可能性もあるかもなっていうのもあるので、まあ、今は結構期待値込みのティア2っていう風にはしてますね。なんかまたティア1に戻りそうな僕は匂いもしてるんですけど、どうですかね皆さん。で、次霊獣なんですが、霊獣はですね、まあ、カイロさんが今回はまた金アイコン取りましたね、しかも今回代表権に惜しい2位ということで非常に奮闘した、テーマだと思います。で、まあ、その他にも霊獣使ってる人はね、ギーアイコン取ったりっていう人とかもいますんで、まあ、このテーマ自体はやはり強いなと思います。で、今までだったらライトニングボルテックスを入れて前盤面の除去に頼ってた部分を、
さっきちらっと言ったサタンクロースに変えることができますので、サタンクロースに変えると、イルカペトロフィンですねで手札にバウンスするっていう風な動きを使えるようになります。そうすると相手のモンスターを毎ターン除去っていくっていうことも、できるので、まあ、非常に強いなという風に思います。というわけで、個人的にはレイジューはティア2評価にしてます。で次、サメちゃんですね。サメちゃんは、逆にこれは個人的に評価はそんな高くないテーマなんですけれども、なんで手厚にしてるかっていうと、海外大会とかで、すごく勝ってるんですよ。で、その結果を受けて、まあじゃあ手厚かなっていうすごい客観的な評価点が高かったテーマになります。で、まあ正直その2200の深淵に潜むものとかは確かに強いですね。特にウィンダとかにも強いと思いますし、サイクロン環境だから後ろがちょっと弱いけれども、ただ深淵に潜むものも作ることができる、そして重装兵をつけることができるっていうので、前も後ろも強い、ちょっとまあ今の環境では少ないテーマの一つかなと思います。なんで、まあ、ティア3には明らかに入るかなと思ってるんですけれども、まあティア2評価にはしてます。でサタンクロースが出てきたら致命傷を受けるんかっていうと、正直別に前盤面1枚除去られたとしても、後ろにね、魔法トラップっていうのを構えてるんで、なんとかなるかなとも思ってるんですよ。ただ、確か水属性モンスター以外がフィールドにいたらスキル使えなかったはずなんだよな。ちょっと確かメタであったと思うんですよね、種族変えるっていうのが。いや、あれは水属性だけだったかな。ちょっと見てみましょうか。今先に見とけよな。いや、いけますね。自分フィールド上のすべての水属性モンスターのレベルをターン終了時までなんで、まあ特に影響受けなさそうですね。なんで、まあその、サタンクロース置かれたとしても致命傷にならないっていうところとかもあるので、まあ個人的には評価として下がることもなく、ティア2じゃないかなと思います。で、次、Dヒーローですね。Dヒーローは、まあ、ですね、これもサタンクロースが出てきたからといってめちゃくちゃ影響を受けるテーマでもないというわけですね。サタンクロースで前盤面除去られたとしても、まあ時計塔でね、結局サイクロンで時計塔割れば、モンスターがわーって出てくるわけで、もう盤面としては特に元通りみたいになるんですよ。なんで、まあ、ヒーロー自体は環境的にはいいんじゃないかなと思います。ただ霊獣がちょっと嫌だったりだとか、あとはサイクロン環境なんで時計塔に、まあ、絶大な信頼を置けないっていう点だったりだとか、まあ、その辺がちょっとネガティブな要素かなというふうには思います。なので、個人的にはここはティア2に、留めております。で、あと最後ガイアですね。ガイアは、まあ、正直ティア3にするかどうか悩んだんですけど、ティア3多すぎるなっていう風になって、これもちょっとね、個人的には評価を少し上げたティア2みたいな感じになってます。いろいろ図の事情でね。ただまあティア3の中だったらティア2のポテンシャルは一番高いと思っていて、ガイアっていうのはサタンクロースで、と相性もいいっていうのもありますし、サイクロンさえ持ってない相手に対しては非常に強いっていうところもありますし、霊獣とかの評価が上がるんだったら霊獣に対してガイアって僕は強いと思ってるんですよ。なんで今挙げた理由とかをもろもろ含めていくと、まあティア2ぐらいの評価あってもいいかなと思います。ただ前のリューマ同騎士ガイアをサタンクロースでピュッてどけられちゃうのは結構嫌な気持ちになりそうだなーっていうのは思ってます。はい。で、次ティア3ですね。ティア3は磁石、打天使で、テックジーナス、サイバードラゴン、サンドラ、妖戦獣というふうにしています。で、ですね、まあ磁石に関してはこれは結構日本の大会で結果を出しているっていうところがあるんですよ。なんで、ティア3にしております。で、まあ僕自身もそのすごく磁石を触ってるっていうわけではないので、あくまで今回はそこまで多くは触れないんですけど、サタンクロース自体に強いか弱いかで言うと、まあ全然気にせず戦えるんじゃないかなと思います。結局磁石の後ろって蘇生札が多いので、強化蘇生とかを引いていると、まあサタンクロースポンって出されたところで、はぁっていう、じゃあ蘇生しますみたいなのがあるので、悪くないかなというふうには思っています。で、次ティア3に打天使置いてます。
ですね、これトーナメント形式だったらコズミックサイクロンとかネクロバレーとか DD クローとかにこのテーマってもうめちゃくちゃ弱いんですよ。だからトーナメント形式で僕は使う運かっていうと、そのサイド制のねトーナメント形式使うかっていうと、まあなかなか候補には上がらないテーマかなとは思うんですよ。なんで評価としてはそんなに高くないですね。立天使はどっちかっていうとデッキ一本勝負のトーナメントだったりとか、あとは KC みたいな、そういう風な形式だったりだとかだと僕はすごく評価高くて、まあ次も今このまんま環境進めば僕だったら打天使か霊獣かどっちか握るなーみたいな、そんな感じの評価では考えてるんですよね。ただトーナメントだと苦手カードを入れられちゃうだけで負けちゃうから、まあこの評価かなと思います。なんでまあ全体面相性としては、あいつゲースは嫌なんですけど他に対しては結構いいんですよね、打天使って。でサタンクロースに関してなんですけど、打天使のメタカードで、昔流行ったカードっていうと3つあるんですよ。まずキャッシュバックっていう、まあやばいトラップカードがあって、まあここは今回はちょっと割愛しますが、まあ気になる人はキャッシュバック調べてみてください。確かキャッシュバックだったはず、名前は。で、次分断の壁。あれはですね、意識してない相手からの分断の壁がやばいんですけど、わなびと分断の壁は意識でき、ケアできるんですよね。要は、打天使よりも弱いデッキの攻撃反応って、別にこっちかは急ぐ必要なくて、攻撃反応がありそうな場合は、親族の打天使を後ろに伏せながら、馬だったり、マスティマだったり、一体横にして殴ったら、めちゃくちゃケアできるんですよ。なんで、そんな気にならないんですけど、打天使ミラーの分断の壁ってマジで踏んじゃうんすよね。みたいな、そういう、打天使に対して圧をかけることができるテーマの分断の壁っていうのは結構きつかったりとかはします。ただ、そういうテーマが今ほとんどないので、まあ、気にする必要はないと。で、打天使のメタで言うと、まあ、小ずさいはもちろんあるんですけど、当時よく使われてたのは、ラバゴーレムですね。で、ここで、まあ、サタンクロースの話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、サタンクロースとラバゴーレム。ラバゴーレム嫌なんだったら、サタンクロースも嫌じゃねって思うかもしれないんですが、別に嫌じゃないんですよ。ラバゴーレムって結局2体を除去られるのが嫌なんですよね。で、打天使って盤面作るときに初動が、ユコバック、アムドシアス、マスティマっていう展開で後ろ親族構えるっていうのが基本なんですけど、この構え方だったら、要は、馬かマスティマかどっちかにですね、サタンクロースを置かれたとしても、もう1体残るっていう仕組みなんですよね。ユコバック除いたら2体残るんですけど。なんで、まあ、そういう意味で別にサタンクロースを置かれる分には気にならないよっていう風な感じです。なんで、そこでは評価下げずに、ただまあ、小ずさいとか、ネクバとか、そういう風なメタカードが飛んできたらやばいっていう風にトーナメント形式だと思ってるので、ティア3って感じですね。で、サイバードラゴン。サイバードラゴンはね、新しくストラクチャーで実装されたカードです。カードというか、まあ、テーマです。で、サイバードラゴン自体はまあ、融合軸もありますし、月の書とかいろいろ積んだ、まあ、エクシーズにかなり寄せてる、なんていうんだろう、スタイルとかもあったりします。まあ、どっちが強いかっていうところに関しては、まあ、僕もまだそのエクシーズ軸とかをね、すごく触ったわけじゃないので、断定はまだ難しいんですけれども、ただ、わなびとか、そういう風な相手に対しては、依然として、特に融合軸は強い、スキル、まあ、特性だと思います、デッキのね。ランページドラゴンがやっぱ偉いですね。というふうには思っています。なんで、まあ、ティア3ぐらいには入るかなと思っていて、環境が良くなれば、そのサイバードラゴンが得意な環境になれば、ここがティア2ぐらいまで、まあ、マックス評価上がるかなっていうようなポテンシャルだと僕は思っています。で、次、サンダードラゴンですね。サンダードラゴンも規制が入って、個人的にはそこまで評価高くないんですけれども、まあ、海外の大会でですね、幻想と同率で、予選を抜けたテーマだったので、今日あった大会かな、今日というか、まあ、今日の朝かなあった大会だと、まあ、そんな感じだったんで、評価としては一応ティア3には残しております。まあこれもまた自分で使ってみたいなというふうに思いますので、まあまあまあレシピね、そのトップ4かなんかに入って
ったレシピがあるんですよ、サンダルの海外大会で。それちょっと使われた方とかにね、使ってもいいですかって聞いて、良さそうだ、いいよっていう風な返事とかがあれば、時間があれば使ってみたいなという風にも思っております。まあ、そこで改めて評価したいと。で、最後、陽泉樹。まあ、これはさっきちらっと言っちゃったんですが、サタンクロースと相性がいいテーマなんですよね。まず自分自身がサタンクロース食らわないといったところも非常に強いです。で、サタンクロースはかまいたちを戻すこで、手札に戻すことができるので相性がいいと思います。で、かつ幻想がトップになってきたときに、まあ、トップになると仮定して、で、スキルプリズナー入ってないっていうのが今主流なのかなというふうに思うので、それで考えていくと、まあ、陽泉樹っていうのは相性がいいテーマになるので、このポジションになるかなというふうには思っております。はい。では、いかがだったでしょうか。まあ、今日はラジオ動画みたいな感じでね、ゆるーくお話をさせていただきました。まあ、なんか暇つぶしとかになったらね、嬉しいなというふうに思ってます。まあ、移動中とかに聞いてもらえると嬉しいなっていうふうな、そんな動画ですね。というわけで、まあ今いいね、暇つぶしになったよーっていう人いたら、ぜひ高評価、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。